マユニーって私のこと。どうもハマユニーです。はい、What's up YouTube? どうも皆さんこんにちは、コウスケです。はい、ということで、毎週金曜日恒例の、おすすめの映画5選を紹介していきたいと思います。今回紹介する映画は、映像美おすすめ5選を紹介していきたいと思います。はい。ということで、映像美。まあ、今回は、もう脚本であったりとか、この俳優がどうの、この演技がどうのっていうことではなく、もうただ単に映像がどれだけ綺麗かっていうことで選びました。なので今回出てくる映画は、話的にはちょっとつまんなかったりとか、ちょっとよくわかんない映画だなっていうのがあったりするかもしれないんですけども、もう今回も映像の美しさだけで選びましたので、気になる方はぜひ見ていってください。はい。それでは早速始めていきたいと思います。第5位は、新海誠監督のことの葉の庭です。上映時間は46分のアニメーションの映画で、2013年の5月に日本で公開されました。声優は、入野美優さん、千と千尋の神隠しの、白の声をやっている人ですね。とか、あと、花澤香菜さん、君の名はの、先生役の声をやっている人です。知ってる人も多いと思うんですけども、一応あらすじは、靴職人を目指す高校生高尾は、雨の日は、決まって学校をサボり、高校の日本庭園で靴のスケッチを描いている生活を送っていました。ある日、高尾は、一人ビール缶を飲む謎めいた年上の女性雪乃と出会って2人は約束もないまま雨の日だけ出会うようになり、次第に心を通わせていきます。居場所を見失ってしまった雪乃に彼女がもっと歩きたくなるような靴を作りたいと願う高尾の恋模様を描いております。はい、この監督新海誠監督なんですけれども、最近で言いますと「君の名は」でしたり「天気の子」っていうのがすごい人気だと思うんですけれども、私は結構これが一番好きですね。でやっぱ葉っぱであったりとかこの雨っていうこの自然の表現っていうのがもうやっぱ一番新海誠監督の中ではこの映画が一番綺麗かなっていう風に思いました。君の名はとか見たことある人はもうわかると思うんですけども、本当にアニメーションでこんなに綺麗な映像が作れるんだっていうぐらい、めちゃくちゃ本当に綺麗な映画になっております。であと、この映画46分っていうめちゃくちゃ短い映画ですので、もう本当に、寝る前に軽く見たりですとかご飯食べてる最中にパッと見れるような本当短い映画ですので、ぜひ皆さん見てみてください。はい、第5位は、新海誠監督のことの葉の庭でした。はい、続きまして第4位はジェームズ・キャメロン監督のアバターです。英語名もそのままアバターで、上映時間162分のアメリカの映画です。2009年の12月にアメリカで2009年の12月に、日本で公開されました。ジャンルは、SF とかファンタジーっていうような映画です。監督はジェームズ・キャメロン監督、タイタニックやターミネーターを作っておられます。主演はサム・ワシントン、ハクソー・リッチやターミネーター4に出ております。あともう一人ゾーイ・サルダナ、スター・トレックやアベンジャーズに出ております。あらすじなんですけれども、地球からはるか彼方にある神秘の惑星パンドラにある天然資源を求め資源開発会社 RDA は採掘チームを派遣しました。そこに住むナビーという先住民と資源採掘の交渉をするため、チームはナビの外見に似せて作ったアバターを使用することになりました。そのアバターに意識を接続し動かすパイロットに選ばれたサム・ワシントンが演じているジェイクと、彼の通訳並びに指導係になったゾーイ・サラダナが演じている族長の娘のネイティリと交渉を始め、次第に恋に落ちていきます。そんな中 RDA 社は一向に進展しない交渉に嫌気がさし、ついにナビー族への軍事的制圧に乗り出します。さてジェイクは人類の味方か、それともこの先住民のナビーの味方として戦うのかっていったような話になっております。こちらももうめちゃくちゃ有名な作品ですので、多分皆さん見たことあると思うんですけれども、アベンジャーズのエンドゲーム、に抜かれるまでは興行収入が歴代1位で2518億円でしたこの映画なんですけれども、ジェームズ・キャメロンが1995年くらいに夢の中で見た映像を映画化したものになります。その時には映像化が不可能だったと思っていたんですけれども、約その10年後に今ならできるっていうことで作った作品になっているんですけれども、この映像をまず夢の中で見るっていうのはマジで頭おかしいなっていうふうには思うんですけれども、でも本当に全てが素晴らしいですし、もうこれ、話の内容になってしまうんですけれども、新しい文化であったりこの言語、この生物や、食べ物、そして全てがこの過去に例がないものっていうのを映像にしてますし、マジでどこからがセットで、どこからが CG でとかっていうようなこの区別が全くつかないような映画ですし、もう本当に素晴らしいと言いますか、もう最高の、話もめちゃくちゃ面白いのはもちろんそうなんですけども、本当に最高の映像になっておりますので、ただこの映画160分とちょっと長いですので、週末であったりとかちょっと時間が取れる日に、ぜひ見てみてください。はい。第4位は、ジェームズ・キャメロン監督のアバターでした。はい、続きまして第3位は、アルフォンス・キュアロン監督の、ゼロ・グラビティです。英語名は、グラビティという名前で91分の、アメリカとイギリスの合作の映画になっております。公開日は、2013年の10月にアメリカ、12月に日本で公開されました。ジャンルは SF と、あとヒューマン韓ドラマです。監督、アルフォンス・キュアロン監督は、ハリー・ポッターのアズカバンの囚人の監督をしておられます。主演はサンドラ・ブロック、幸せの隠れ場所という映画に出ていたりします。あともう一人、ジョージ・クルーニー、スパイ・キッズやオーシャンズシリーズに出ておられます。こちらあらすじなんですけれども、医療技師の、サンドラ・ブロックが演じているライアンは、宇宙ミッションの最中、衛星の破片の飛来に遭遇し、ほとんどのスタッフが亡くなってしまい、ジョージ・クルーニーが演じている、ベテランの宇宙飛行士マットと2人生き残ったライアンは援助を求めるために、国際宇宙ステーションを目指します。ただ国際宇宙ステーションに送り届けるために、マットは自らを犠牲にしてライアンを助けました。果たしてライアンは、宇宙ステーションにたどり着くことができるのか、そして、地球にたどり着くことができるのかというような映画になっております。こちらなんですけれども、言ってしまったら話としてはもうめちゃくちゃ簡単です。宇宙の中で一人ぼっちになってしまって、その人が帰ることができるのかっていうような映画ですので、話としてはめちゃくちゃ簡単なんですけれども、マジでこの映画どうやって撮ってんのかマジでわかんないです。本当に映像が綺麗すぎるので、マジで宇宙で撮ってんじゃないかっていう風に思うぐらい綺麗ですし、本当にこの映像のこの撮影方法っていうのがマジでわからないような映画になっております。さっきも言いました通り、話めちゃくちゃ簡単ですし、90分という比較的にこの短い映画ですので、もう本当になんかディズニーとかUSJ とかのアトラクションを乗る感覚で、見ることができる映画になっております。他にも宇宙関係の映画で言いますと、インターステラーでしたりとかがすごい綺麗ですし、ものすごい綺麗な映像なんですけれども、今回はこのゼログラビティを選びました。はい、第3位は、アルフォンス・キュアロン監督のゼログラビティでした。はい、続きまして第2位は、ラース・フォントリア監督のアンチクライストです。英語名はそのままアンチクライストで、上映時間104分の、デンマークを含めたヨーロッパの国の、6カ国の合作になっております。公開日は2009年の5月にフランスで、そして2011年の2月に日本で公開されました。ジャンルは、ホラーと、ヒューマンドラマになっております。この監督、ラース・フォントリア監督なんですけれども、ニーフォマニアックであったり、メランコリアを作っておられます。はい、主演はウィリアム・デフォー、スパイダーマンやニーフォマニアックに出ております。もう一人、シャルロット・ゲンズブール、この人もニーフォマニアックやメランコリアなどにも出ております。ラース・フォントリアの作品にはもうほぼ毎回出てくるんじゃないかっていうぐらい、出てきます。はい。あともう一人、ストーム・アチェチェ・サールストレムっていう人がいるんですけれども、他の映画は出てなかったです。この映画だけでした。あらすじなんですけれども、雪が降る夜、ウィリアム・デフォーが演じている夫っていう役名になるんですけれども、ここがまず気持ち悪いんですけれども、英語名で言うと He になるんですけれども、日本ではこの夫であったり彼っていう風に訳されます。と、シャルロット・ゲンズブールが演じている、妻という役が愛し合っている最中、ストーム・アチェチェ・サールストレムが演じている息子が、窓によじ登っているのを気づかず転落死させてしまいます。そしてどんどん妻がこの精神的に病んで狂っていくっていう話を4つの章によって構成されている映画になっております。こちらなんですけれども、まずこの本当に3人しか出てこないです。途中なんかその、回想シーンみたいな感じで後ろにエキストラっぽい人は出てくるんですけれども、顔はその人たち出てこなくて、もうこの3人しか出てこないです。そして、この子供役の人はもう最初の方で転落死してしまいますので、もうこの2人がほぼメインの、映画になっております。この映画なんですけれどもマジで気持ち悪いです。で、もう話の内容も多分わけわかんないと思います。はい。で結構この映像が綺麗な映画っていうのを探したりとかした時に、メランコリア、このラース・フォントリアが撮ってる監督、違う映画のメランコリアっていう映画があるんですけれども、それが入ってきたりしたんですけれども、私個人的にやはりメランコリアももちろん綺麗なんですけれども、どちらかと言いますとそれちょっと宇宙が絡んでたりしますので、それはちょっとゼログラビティの方が良かったかなっていう風に思いましたんで、今回はこのアンチクライストを、入れました。こちら結構その自然の中、森の中で撮られてたりとかっていうのもあったりするんですけど、やっぱりこの自然の表現といいますか、この映像がものすごく綺麗に撮られております。で、この映画、一応あらすじも喋りましたし、もし気になる方トレーラー見てほしいんですけれども、多分トレーラー見たとしても多分内容は多分全く理解できないと思いますので、そういった映画が好きな方でしたりとか、あともう本当に、映像を見てみたいとか、あとこの人デンマーク、このヨーロッパの、監督になるんですけども、このヨーロッパの映画を見てみたいっていう方は、ぜひ見てみてください。第2位は、ラース・フォントリア監督のアンチクライストでした。はい、続きまして第1位に行きたいところなんですけれども、ここで特別賞の、紹介をしていきたいと思います。今回特別賞1本選びましたので、そちらを紹介していきます。今回の特別賞は、キム・ウンスク脚本の、トッケビ、君がくれた愛しい日々です。こちら現代なんですけれども、読めないです。私、韓国語読めないんですけれども、多分でも、日本語のこの直訳が、韓国語になったのかなっていうふうに思います。上映時間といいますか、これ映画ではなくてこれドラマなんですよね。ただこれ、1話が約70分から80分ぐらいある、韓国のドラマです。はい、公開日といいますか、このスタートしたのが、2016年の12月からスタートしました。ジャンルは、ファンタジーとロマンスっていうような感じです。主演はコンユ、新幹線などに出ておりますね。あと、キム・ゴウン、コインロッカーの女などに出ております。あと、イ・ドンウク、最近で言いますとビューティー・インサイドなどに出ております。はい。こちらあらすじなんですけれども、幽霊が見える、キム・ゴウンが演じている女子高生の、チ・ウンタクが、幼い頃母を失い、意地悪なおばと、その息子、娘の元で暮らしていました。ところがある日、トッケビと出会い、自らがトッケビの花嫁であることを知ります。で、このトッケビっていうのなんですけれども、日本で言いますと多分鬼であったりとか、そのなんか化け物っていうものに多分近いと思います。で、このトッケビは1000年前の昔に、反逆罪の冤罪で処刑されたコンユが演じている武将のキム・シンがこのように思いを残すあまり、死刑の際に使用された剣を胸に刺したまま現世に留まってしまいました。そしてこの世界でただ一人トッケビの花嫁だけが、その剣を抜くことができるのだが、まあそれはトッケビがこの世から消えることを意味しております。まあそしてこの二人の恋模様と、イ・ドンウクが演じている死神3人を追っていくような話になっております。私のこのチャンネルではもう映画を紹介してますので、ドラマは今紹介してないんですけれども、じゃあなんでこれを入れたかって言いますと、マジで映像もそうですし、この気合の入り方って言いますか、この気合の入りようがマジで映画並みと言いますか、本当にこの韓国のこのドラマであったり、まあ映画もそうなんですけれども、このドラマにすごい力入れてるなっていうふうに思いまして、マジで映像が綺麗です。で、もう自分好みと言いますか、なんかこのちょっとこのヨーロッパの映画とかってこの雰囲気がおしゃれで、まあ街並みがそもそも綺麗っていうのもありますけれども、この色味がちょっと綺麗だったりとか、ちょっとこのおしゃれっていうような感じではなく、もうなんかこうパキッとしてて、ちょっとこの表現が難しいんですけども、本当に私好みのめちゃくちゃ綺麗な映像になっております。こちら、カナダの、ケベックで撮影されている映像も入ってきたりとかするんですけれども、こちらがマジで綺麗です。だから結構私のまあ UNK にも来る生徒もそうなんですけれども、韓国人が結構このカナダのケベックに行きたいとか言ったりとか、あと実際に行ってる人たちもいるんですけども、なんで行きたいのかなっていうふうに思って、このトッケビっていうドラマが影響してるんだよっていうので私も見たんですけど、マジでケベック行きたいです。っていうぐらい本当に綺麗な映像になっております。ただこれやはり、ドラマなんですけれども、ドラマ1本この70分から80分があって、全体で10本ぐらいかな、確か。10話ぐらいの、ドラマになってるんですけども、ちょっと長いんで、私もちょっとこれ最後まで全部見切れてないんですよね。ただもう、めちゃくちゃ映像の綺麗な映画になっておりますので、もし気になる方はぜひ見てみてください。はい、今回の特別賞は、キム・ウンソク監督の、トッケビ君がくれた愛しい日々でした。はい、そして映像美おすすめ5選の栄えある第1位に輝きましたのは、ルーシー・アザリロビック監督のエボリューションです。英語名もそのままエボリューションで、上映時間81分のフランス、スペイン、ベルギーの合作になっております。公開日は2015年の9月にフランス、2016年の11月に日本で公開されました。ジャンルはホラー&ヒューマンドラマっていう感じです。監督はルーシー・アザリロビックっていう監督で、イノセントっていう映画を撮られてるんですけれども、もうほとんど知られてない監督です。主演はロクサヌ・デュラン、白いリボン、っていう映画に出てるらしいんですけど、あんまり知らないですね。あと、マックス・ブルバーン。この人はこれだけしか出てないです。ジュリー・マリー・パルマンティエという人です。この人もこれだけしか出てないです。一応これあらすじ言うんですけれども、これあらすじは少年と女性しかいない人里離れた島に母親と暮らす10歳のマックス・ブラバンが演じているニコラと、その島では全ての少年が奇妙な医療行為の対象となっていて、何かがおかしいと異変に気づき始めたニコラは夜中に出かける母親の後をつけます。そこで母親が他の女性たちと、海辺でするある行為を目撃し、秘密を探ろうとしたのが悪魔の始まりでした。そしてこの医療行為というのは人間の進化エボリューションになるのだろうかというような話になってるんですけども、これあらすじ見たところで、そして予告編を見たところで多分理解できるわけがないですし、それを見た後に、この映画を見たとしても多分理解できないって言ってもいいぐらいわけわかんない映画です。まあでもこの映画すごいところは本当にマジでわけわかんないのが、音っていうのがほぼないんですよね。その意外とこの映画の中で、別に特に感じてなかったけど、このバックミュージックがかかってたりとか、この雑音が入っていたりとか、この環境音っていうのが入ってたりとかするんですけれども、この映画マジで、BGM っていうものがない。1回だけ確か入ったんだっけな。ですけれども、BGM っていうものがないですし、この環境音っていうものがほぼないんですよね。だから無音っていう時間がめちゃくちゃ長いですし、あったとしてもこの海のこのさざ波というか、その波の音であったりとかっていうぐらいしか入ってなくて、マジで人が喋る以外無音の時間がめちゃくちゃ長いです。っていうのと、この映画、自分の中ではこれ脚本がない、ストーリーがないっていう風な位置づけになってますので、音がない、脚本がない、でも、1位に輝くぐらい映像がマジで綺麗です。これ最初に映し出される海の中の映像とか、海に関する映像があるんですけど、マジでえぐいです。綺麗さがマジでえぐいです。これ本当に映画館で見てみたかったなっていう風に思いました。はい、もし興味のある方はぜひ見てみてください。映像美おすすめ5選の栄えある第1位に選ばれましたのは、ルーシー・アザレロビック監督のエボリューションという映画でした。はい、こんな感じで映像美おすすめ5選の紹介を終わりたいと思います。もう一回おさらいなんですけれども、第5位は新海誠監督の琴の葉の庭、第4位はジェームズ・キャメロン監督のアバター、第3位はアルフォンス・キュアロン監督のゼログラビティ、第2位はラース・フォントリアー監督のアンチクライスト、そして第1位はルーシー・アザレロビック監督のエボリューションでした。そして特別賞としてドラマのトッケビ、君がくれた愛しい日々でした。全部のトレーラー概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。本当に多分予告編からすっごい映像が多分見れると思いますので、もし興味のある方はぜひ見てみてください。はい、もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価、あとはインスタグラム、ツイッター、Facebook のフォローもよろしくお願いします。それでは次回の動画でまた会いましょう。See you!